2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ。これは郡山市が地球温暖化をはじめとする気候変動問題に取り組むにあたり表明した目標です。郡山市内の各所ではこの目標を達成するためにさまざまな再生可能エネルギーに関する取り組みが行われています。その取り組みについてご紹介します。皆さんはどんな再生可能エネルギーを知っていますか？郡山市には再生可能エネルギーに関係する施設が数多く存在します。それでは一つ一つご紹介していきましょう。普段私たちが気にしていない風や川の水、それらがエネルギーを生み出すことをご存知ですか？郡山市内にはこうした豊かな自然を利用した再生可能エネルギーの発電所があります。沼上発電所、竹之内発電所、丸森発電所、水道山水力発電所、浅香疎水管理用発電所、これらの水力発電所は猪苗代湖との落差を利用し発電を行っています。また猪苗代湖の南に位置し標高1000メートルを超える布引高原には郡山布引高原風力発電所があり、33基の巨大風車が並ぶ風力発電所は国内最大級を誇ります。その土地の利点を生かし無理なくエネルギーを作る取り組みがあらゆるところで行われているのです。郡山市街地にも再生可能エネルギー施設があることを知っていますか？中央公民館では太陽光発電はもちろんのこと、地中の熱を利用した空調システムを導入しています。また郡山市役所では燃料電池自動車を公用車として使用しています。燃料電池自動車は水素を燃料とし、走行時に二酸化炭素を排出しない次世代の自動車です。その他にも福山クリーンセンター、神津クリーンセンターでは可燃性ごみを焼却した熱エネルギーを利用して発電するバイオマス発電を行っています。国立研究開発法人産業技術総合研究所、福島再生可能エネルギー研究所、通称フレアは再生可能エネルギーに関わる世界最先端の研究を行うために郡山に設立された研究所です。世界では地球温暖化対策として再生可能エネルギーの早期大量導入が必要とされています。フレアでは再生可能エネルギーの実用化に関するさまざまな問題の解決に向け、出力の時間的変動やコスト、地域的な偏りなど太陽光、風力、地熱、地中熱、水素、エネルギーネットワークの分野で福島発の独創的な再生可能エネルギー関連技術の開発、発信を目指しています。また東日本大震災の被災地域において企業への再生可能エネルギーの技術支援や学生などの受け入れによる人材育成を行うなど被災地復興に貢献しています。皆さん、ゼブを知っていますか？ゼブとはネットゼロエナジービルディングの略称です。
快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間のエネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のことです。まず省エネ技術によって使うエネルギーを減らし、次に総エネ技術によって使うエネルギーを作ることで、エネルギー消費量を小味でゼロにすることができます。新京地水株式会社では、省エネ技術として地中熱利用を取り入れました。また総エネ技術として太陽光発電を取り入れ、蓄電池を併設し、エネルギー消費量を小味 0% 以下となるゼブを達成しています。郡山市は豊かな自然環境に恵まれているだけでなく、再生可能エネルギーに関する技術開発などの環境も充実した都市です。この恵まれた環境を生かし、未来に受け継いでいくため、郡山市では2050年二酸化炭素排出量実質ゼロの目標達成を目指していきます。